始まりました。無再現のファントムワールド宣伝対策室レーナ編。この番組はテレビアニメ無再現のファントムワールドの魅力をお伝えするべく、毎回一人のキャラクターに焦点を当て、作品を宣伝していく魅惑、誘惑、幻惑の映像移動番組です。今回は私早見沙織が演じます泉玲奈特集ということで、はい、私が進行を務めさせていただきます、はい。そして共に番組を盛り上げてくださいますのはこちらの方々です。おっ、一条春彦役下野紘です。おっす熊枕くるみ役の熊美咲です。イエーイイエーイイエーイごめんね、なんかごめんね、今日は引き寄せて、ね、今回はこのメンバーでなんかちょっと、ね、前回までに比べるとハミしてません？こじんまりしてますね。そうですよね。なんですか、バスに予算かけたばっかりにキャスト費が出せないとか、そういうあれちょっとね、じゃないよね。ちょっと、はい、そういうことじゃないよね。初版の事情により初版の事情により今回はこういうこじんまりとした構成でなるほどね、はい、アットホームな空気でね、アットホームな空気でお届けしていきたいと思いますよ。じゃあまあまあ早速今回はですね、泉玲奈特集ということで、玲奈、はい、ちゃんについてお話ししていきたいと思いますが、玲奈、はい、まあ、ちゃんといえば4話が、うん、そうですね、放送されまして、いかがですか？いやもう本当にね、まあ、ある意味素敵な家族のね形ってこうなんだろうなっていうね、なんで関西弁なのかなっていうのがねそれ私も気になってたんですよ。多分でもフレンドリーさが出るからなんですかね、うん、まあまあでも監督そうなんですよね、監督今日そうなんです、特別に今日監督がね来てくれててね、そうカメラの奥に、カメラの奥に今ずっとなんだろう、なんかわかんないけどここはずっと痛いのがおマッサージしてる、なんでしょうね、なんでマッサージリンパマッサージあんたの万年中ですよ、なんでリンパマッサージ今してるなんか関西弁ということに何か、あれはね、レイスのレイスマイルが、はい、うん、フレンドリーな空気感ってことですかね。これはちょっとしたら関西人の感覚かもしれないんだけど、はい、関西弁って、まあ、我々関西人からとても家庭的な雰囲気があるのねっていうのは思うんだけど、そうですね、他県の人にとってどうかなって、まあ、距離感が近まる感じがしますよね。まあ確かにね、そうですね、うん、監督もこっち出ちゃえばいいんじゃないですかねこれならね、そうですね、なんかね、いろいろあれこれ我々よりもより詳しく知っている人なんだしね、あれ今日監督をゲストにお招きするかってよかったのかなまあでもでも、ね、でもね、これはおこぼれ話ですよ、特別版ですから今の時間は、いや、レイナのね、うん、どなたかゲストの方ですか今日はゲストの方がいらっしゃるのかなマネージャーさん、イレギュラーに、あ、マネージャーさんだった、あ、マネージャーさん、あ、久保さんのマネージャーさんだった、ちょっとちょっと、ね、今日の自由時間どうお迎えしますか、もう一層やっぱり今日ちょっとアットホームのね放送ですから、仕方ないね、4話がそうだったからそうなんですね、今回はやっぱ家族を大事に、ね、ということは家族間の温かさを大事にしているので、ね、でもまだまだ皆様に玲奈ちゃんのことを知っていただきたい、そうですね、ということでここからは泉玲奈ちゃんのことをもっと深く知るためにこちらの企画を行います、はい、こんな家ならずっと住んじゃう理想の家族計画、おー、どういうことでしょう。泉玲奈ちゃんはですね、うん、第4話ファントムに化かされて理想の家に入り浸ってしまいます、はい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 、そこで今回は、うん、簡単に言うと、うん、おままごとをやります。ちょっとざっくりおままごとをやります、ざっくり、おままごとはおままごと、ごめん、ね、久保さん、なんで急にテンション上がったの、みさきちゃんもさっきまでちょっと音が締めだったのに、あ、おままごとについてどうですか。久しぶりだなと思ってあまりね、長らく長い間やってないので、そうですね、何年ぶりかのおままごとになりますね。じゃあ
でもままごとはやってた。やりました。結構ままごとって女子はね、やりますね。ままごとはやってないんだよな、俺。俺はその時自分たちが好きだったそのアニメのキャラクターで、まあヒーローものじゃなかったんだけど、レゲエの鬼太郎だったんだけどね。チョイスがまた、ね。その当時流行ってたのよ。ものすごく。髪の毛立てたりする。そうそう、第3期っていうかなんかそういう風な感じよね。そうそうそう。へえ、いろいろ。今回はおままごとということで、もうそこは変わらないんですね。まあ、ちょっと懐かしい感じでやっていきたいんですが、はい、私たちが理想の家族を演じるということでございます。簡単なエチュードをやるということですね。はい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 、配役は、理想の父、理想の母、理想の子供、の三役なんですが、なるほどね、お父さんお母さん子供みたいな形ですかと思われるかもしれませんが、はい、配役は、くじ引きで決まります。違うんですね、なるほど、はい、やっぱそうなんですね。もしかしたら下野さんがお母様になるかもしれないし、私がお父さんになるかもしれないし、何が起こるかわかりません。下野さんのお父さん見てみたいですね。ちょっと美咲パパ見たい、うん、僕子供でも母親でもいいから美咲パパ見たいですよね。パパできるかなできるかな、ちょっと気になりますが、そちらにボックスがありますので、早速じゃあ聞いていきましょうか。チャックのさんから聞いてください、はい、ぜひ壊さないで、ね、ボックスが壊さないでね、うん、慎重にね、もう、ね、気をつけて、はい、わかりました、聞いてください、はい、今日はね、アットホームな放送ですから。そうですね、さあ、はい、聞きます。これは後で一斉に発表ですか。はい、一斉の瀬で発表していきますかね、はい、じゃあ、皆さん引かれましたか。はい、じゃあまず見てください、軽く、はい発表、せーの、ドン。理想の母、お理想の父ですね、お私が、おまたこれは初回からすごい配役が来ましたね。やばいね、でももうなんか想像通りの配役を見たいんだけどな。これじゃあやっていきますか。私が父、はい、美咲ママ、はい、ひろくんね、じゃあどうする、いきましょうか。もういいの、まずもう1回目ですから、1回目だ、まだ1回目ですからね、まだなんかあるのね、様子を見ていきましょう、はい、ということで理想の家族計画スタート。ただいま、あら、おかえりなさい、ひろくん。ただいま、お母さん。おかえり、ひろ。あれ、お父さん今日帰ってきたんだね。今日はね、父さん休みなんだよ。あ、そうか、父さん休みなんだよ。みんなですき焼きをしよう。父さんもうすき焼き、もうお腹空いたぞ。準備できてるわよ。お母さん早いね、お母さん。だってお母さん早いな。早いな。お父さんとお母さんさ、なんだろう、2人とももう少し意思疎通して。なんか、なんだろう。ママ、そのお母さん、そのね、それなんかどういう仲良くの仕方だったのかな、俺知りてえな。俺たかし君と遊んでたからさ。たかし君、そうそうそう、たかし君と遊んでたからさ、お父さんと私はね、ずっと日向ぼっこしてたの。日向ぼっこしてたの、畳の部屋で、ね、そう、もう20年こういう感じだからな。お父さん仕事行かなくていいの。お父さんは時々働いてるよ。ドキドキ。俺こんな年だけどずっと一緒に暮らしてるけど、お父さん何の仕事やってるか知らないんだよ。ほらひろくん、残さずに野菜食べてください。まだ何も予想ってもいないのに。予想ってもいないのにか。じゃあ食べようかな。みんなで食べよう。じゃあせーの、いただきます。うん、じゃあどうしようか。俺じゃあ肉。ほらひろくん、野菜もちゃんと食べなさい。やだよ、俺春菊嫌いだ。ほら、微笑ましいな。お父さん何買うんだ。お父さんは白滝のことよ。いいわね、栄養にいいわね、白滝で。栄養にいいよね、栄養に。実は一番いいのよ、白滝。お母さん物知りだな。お母さん何食べんの。お母さんはね、もうお父さんとひろくんが食べてる姿見れればそれでお腹いっぱいだから。お母さん
わかる、学校こういう嫁さんも見つけるんだぞ。お母さん千人みたいだね。やめてお父さん、恥ずかしいわ。すげえな、すごい、この家族、この家族すごいな。理想の家族かな。ちょっとどうですかね、今回のまず第一点。いやいや、でもね、まあ、お父さんお母さんはね、仲良かったからいいんじゃない、ヒロ君がすごい、ごめん、完全にツッコミ役に回っちゃったね。でも多分ヒロ君すごいしっかりした男の子に育ちそうですね、そうですね。じゃあまず戻してください、皆さん、はい、そしてもう一度理想の家庭をやりましょう。ねえねえ、大丈夫この放送。やっていきますよ、やっていきます。じゃあ引きます。全然抑えてにならないよね。ちょっとカシャカシャ、はい、私が引きました、はい、はい、どうなるでしょうか、はい、いや、さっきの家すごいですね。すごいね。いや、ずっとお父さん、まあ、でもすき焼きは食べたい。やっぱすき焼きってなんかこうごちそうなイメージですよね。じゃあ一斉に開きます、せーの、そう、おお、来た、来た、来ました、来た。理想の父、みさきちゃんが理想の父、つものさんが理想の母、そして私が理想の子供。あ、これも理想通りじゃないですか。理想通りですか。いや、すぐにちょっと理想が、理想通りですか。ある意味、まあ理想ですけどね。これはちょっと楽しみなものが来ました。じゃあやってみましょう。そうですね、はい、それでは準備よろしいでしょうか。理想の家族計画第2編スタート。ただいま。お父さん、お帰りなさいませ。お父さん、お風呂にします、それともご飯にします。ちょっと、今何もおかしい、ね、今何もおかしいこと言ってないよね、お母さんね。あ、おかえり、おかえり、おかえり、もう元気、イエーイ、イエーイ、おい、おい、酒だ酒。お父さんどうしたの。パパ、お父さん、ママ、でもお父さん疲れてるから、パパ今日はちょっとね、あ、じゃあお父さん、ビールにします、それとも焼酎、日本酒、ワイン、いろいろありますけど、これはビールが好きだ。ビール、そうよね、じゃあパパと一緒にビールだぜ。じゃあ、このビールの栓開けてくれる？分かった。開けられるかな、大丈夫かな？開けないよ。開けないで、危ない。開けないで、危ない。お母さんがキャッチしなかったら大変なことになってた。本当にね、もう。お父さん、どうします？グラス使わない？風呂だ、風呂。風呂。お父さん。仕方ないの。この家ではお父さんがルールなんだから。じゃあ、お風呂にしましょうね。お父さん。バスタオル持ってきますから、先にお風呂入っててくださいね。お、分かった、うん、お父さん最近仕事してんの。してるわよ。確かに。おい、風呂飲んだからぬるいだ。あ、はい、ごめんなさい、ごめんなさい、今あげますね。確かに最近ね、ちょっともう42度じゃぬるいんだよ。あんま45度だよ。そう、45度です、ごめんなさい、45度だよ、ごめんなさい。パパ、僕が風呂掃除したよ。お、ありがとな、沙織。うん、うん、うん、通りでピカピカだ。うん、お風呂、お父さんと一緒に先に入っちゃうんです。わかった、ね、先に入っちゃうんです。パパ、お風呂入る、うん、お、体洗ってやるぞ。やったー、よう出る、よう出る。あ、終わり、終わりです。この家はさっきの家よりやばいだろう。やばいよ、ね、この家は。この家やばいよ。パパが結構ね、まさかの停止感覚。しかもクレイジーなんだよ。ちょっと乱暴だったね。パパちょっとどういうコンセプト。そう、どういうコンセプトだったの。なんかこう、なんでしょう、私の中のこう理想の父っていうのは、ああいう感じですね。こういう感じが美咲ちゃんの理想。一家の大黒柱みたいな。なんかっていう、ね、ただ一つ聞いていい、それとも、でなんで笑ったの。いや知りません、あれ。知りません、ご飯にする、お風呂にする、それとも、あたしでしょ。美咲ちゃんの、いや、それとも
にするって言って、その方向性は俺も考えたけどやめたんだって。自分から割と厳格なお父さんっていう設定でよろしいんですよね。なんか恥ずかしくなっちゃった。ちょっと暑いかな、もしかすると。ちょっとエアコン止めてもらえましょうか。いやーすげえ。これさ、これほんとさ、いやこれはなかなか熱く、他のメンバー呼ぼうよ。マジで確かにやりたいです。マジで兄弟が増えるかも。兄弟が増える。やめな、俺大変かもしんね、これ。これは楽しい企画でした。いやいい企画だったね。ありがとうございます。ということで以上、こんな家ならずっと住んじゃう理想の家族計画でした。さて、私が演じます泉玲奈ちゃんの魅力がバッチリ伝わったところで、そろそろ未来のファントムワールド宣伝対策室玲奈編がお別れのお時間になってしまいました。いかがでしたか。汗が止まらない。それまだ呼吸が整えられてない。あれ、なんか省エネな感じが。お父さん、厳格なお父さんやったから。厳格なお父さんやったから。お父さん目が開いてないけど大丈夫。エネルギーが切れちゃう。嘘。お父さんやったら。お父さんやったら。エネルギー切れちゃった。すごいレアですよね、美咲ちゃんのお父さん。これはね、すごいよ、この回は。この回かなりレジェンド回になりました。 DVD 化されないのこれ。この宣伝対策室は毎週更新でございます。来週の配信もぜひ楽しみに。そして明日は5話が放送されますので、ぜひご覧ください。ということで、今後で嬉しいですが、はい、お相手は泉玲奈役の早見沙織と、一条春彦役の下野ひろと、熊枕久留美役の熊美咲でした。バイバーイ。